ラバーサミナさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、始まりました、はい、ヒーローズインタビューチャンネル。動いてる今日は岡崎勝弘さんことかっちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。今日結構画面が近い。近いっすね。そうですね、今日もっと遠いのに、うん、あ、そうなんですか、うん、普段と違う。今日近くに見たい。スタッフの女性がかっちゃんの近くにいたい。あ、そういうことですか。あ、嬉しい。あ、丸してくれた。独身ですからね。いきなり公開でそんなこと言うな。はい、ではですね、はい、始めていきたいと思います。皆さんの、はい、気づきと学びと救いになる情報をお届けしている経営コンサルタントの荒川大地です。はい、今日も成功者の方をお呼びして、はい、ゲストにお呼びしてヒーローズインタビューをさせていただきます。他では絶対に聞けない、絶対に聞けない成功の秘訣を、絶対に聞けない、そんなことをこの時間で話してしまっていいですか。あと絶対に見れない。あ、見れない、そんな姿も今日拝見できるんじゃないかと思ってます。はい、はい、では秋葉美希さん、自己紹介お願いします。はい、秋葉美希と申します。はい、こちらの番組のアシスタントをさせてもらっております。今日はね、かっちゃんの、岡崎勝弘さん、かっちゃんの普段こう声だけでは感じられない、うん、目で見ても楽しい、そんな部分が出たらいいなと思ってます。皆さんぜひ荒川大地さんのツイッターまたはこちらのアズール FM、 アズール鳥越 FM の、はい、動画生配信してるんですよね。生配信してます。はい、それから私秋葉美希の、インスタライブの方で動画流してるんで、はい、そちらもぜひチェックしながら見ていただけると楽しいかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、今日の番組のご案内をしていただきたいと思います。噛んでますね。はい。バレないようにしたね。そうです。はい、今日はですね、ビジネス書、はい、ベストセラー作家、うん、はい、岡崎勝弘さんで、はい、週2回しか帰宅できない会社員からの飲食店作家としての成功物語の裏側ですね。裏側、はい、なるほど。をお伺いしたいと思います。はい、では私から、はい、勝ちゃんはちょっと紹介をさせていただければと思います。はい、お願いします。伝説の、伝説の、はい、はい、新人著者と言われていて、そんなことはない。処女作、はい、これですね、今すぐ、これですね、はい、持ってきたってこと。あ、大丈夫、自分を安売りするのは、はい、今すぐやめなさい。はい、これがですね、異例の発売前の重版4回って意味がわからない。発売前に重版、これです。そんなことあるんですか。はい、すごい。出版合計6冊ですね。で、著書の累計が10万部のベストセラー作家でございます。すごいですね、一発目から。それは確かに伝説の新人著者と言われますね。いや、言われてない、言われてない。ここで言ってた。で、王様のブランチとか、はい、モーニングサテライトなど各種メディアにもたくさん取り上げられている方でございます。こんなにね、輝かしいご実績があるのに、こんな気さくな、ざっくばらんな、うん、面白い方、ただのアル中でございます。もうギャップがね、そうですね、素晴らしい。はい、で、現在のお仕事はですね、はい、全ての人の最大限の可能性を貢献することですね。はい、まあ、企業理念にこうしたものを持っていて、はい、個人および法人研修、業務コンサルティング、作家活動など多岐に展開されているということになります。はい、はい、ではですね、まあ、作家であると同時に、はい、まあ、起業家という多彩なのに面白いし、お酒飲めるし、はい、まだなんか男性としてはこのヒーローズインタビューの絵の左手、あれビールでしょ。まさか普通本とビールセットに書かれないから、これ普通。皆さん動画見るとですね、書いてありますので見てみてください。お酒大好きということで、はい、で、クラブハウスの皆さんもご存知だと思うんですけども、朝7時55分からもう、はい、たくさんの人が行列をなしている、行列なしてますね、毎日やられているということですね。はい、ではですね、はい、はい、補足として、はい、活躍されているところをですね、ちょっと補足いただきたいんですけれども、一番メインのお仕事がちょっと伝わってなかったので、はい、念のためお伝えしておきますと、はい、40年間プロの独身業やっております。どうぞよろしくお願いします。メインのお仕事です。まさか、これすごいメインね。そうまさかそれ、プロ独身でいらっしゃるんですか。プロ独身でございます。あ、そう、もうね、まだ結婚経験もありませんし、そうなんですよ。生物学的には負け組ですけど。生物学。ここからどう逆転するか、ね、逆転劇がね、ま、人生逆転劇からが楽しいですからね。もう信じられないぐらい面白いのに、ね、なんでだろう、よっぽど点々が気になる。今日は、ね、そこをちょっと、そこそっちでいいですか。全然ヒーローズインタビューじゃない方言っちゃうけどいい。もう
ださるから。真面目にいきましょう、はい、そうですよね。みきちゃんはどうですか、はい、クラブハウスでかっちゃんと話したことって結構あるんですか。あのね、直接お話しする距離までいけないんですよ、本当に。毎回そうなんですよ、毎回上の方にいらっしゃって、私が入った時にはもうなんかもう 見上げたらどのぐらいっていう高さにいらっしゃる、なかなかお話できないんですけど、うん、あのそのルーム自体がすごいたくさん有名な著者の方とかいらっしゃってるのに、うんうん、すっごくほんわかしてるんですよ。それってあのやっぱり岡崎さんの人柄が出てるんだなと思って、一切ピリピリしてなくて、もうほんわか長時間聞いてられる、あのルーム作りのそれはもう人柄かなと思ってるんですけど、初めて話した時にアイコンが好きを仕事にできる人の本当の考え方っていうアイコンになってるので顔が見えないじゃないですか。そうですね。だどんだけ気難しい人が入ってきたのかなと思ってこんにちはって、あだまーみたいな、どもどもどもー、めっちゃ元気、びっくりした、すごい元気だから、やっぱりモチベーターっていう風に、ね、そうですね、うん、元気を与えてくれるというモチベーターですね。確かに、はい、で今現在は 100% 出版できるっていうオーディションをやられてる、優勝者は 100% ですね。優勝者、はい、いわゆる M1 グランプリみたいな感じで、うん、誰でも応募ができて、うん、であのそこからまあ人気投票で上位10名が、うん、あの要は決勝に行って、うん、で決勝のプレゼンテーションでまた投票があって、でそこの1位になった人は 100% 商業出版の保証ということで、うん、おこれない今までないんですよ1個も。ですよね、出版したい人が出版のやり方も分かる。分かる。ちゃんとその出版の企画の作り方とか企画書の書き方のセミナーもやるので、はい、それは無料で差し上げます。素晴らしい。はい、それがこの LINE から。こちらの LINE からね、はい、僕の公式 LINE でね。いい場所にある。はい。いい場所に。はい。はい、動画でぜひこちらご覧になると、うん、ちょうど今 QR コードが出ているので、はい、しばらくこれちょっと。置いておけるのかな。あ、そうですね。画像の下にもありますし、はい、かっちゃんの横に壁に後ろにも貼ってあります。荒川大さんのツイッターライブ？ツイッターライブに貼ってないです。ツイッターライブで動画見れます。ツイッターライブの動画またはこの鳥越あずり FF の動画、はい、または秋葉ミキの、はい、インスタライブを見ていただけたら、はい、今ちょうどね。はい、QR コード出ているので、そうですね、まあ、いつか出版した人、ね、いつか出版した人、今すぐでなくてもね、一回そういろいろ説明聞いてみるとか、うん、一応7月8月が今回エントリー期間になってますから、うん、もしご興味ある方はね、早めに申し込んでいただくと、ちょっと本当は5000円なんですけど、今月中は3000円で募集っていう形で、これね本当に1円も利益ないんですよ。あ、そう、1円も利益でないです。ボランティア、もうだから実はほぼボランティアです。でもなんか出版の最初の登竜門を作っていけたら面白いなっていうのがあって、うんうんうん、あ、そうなんだ、育てる方もやってるんですね。何をどうしていいかわからないですよ。そうなんです。だからうちの、ね、会社の経営理念は、うん、さっき言った全ての人の最大限の可能性に貢献していますなので、うんうん、どうしたら人の可能性に貢献できるかっていつも考えてるんですよ、うんうんうん、でその時に出版の窓口がこうなんていうの、うん、こう入り口がもうちょっとこう幅広くなってくると、うんうん、いろんな人にこうなんか可能性の提供ができるんじゃないかっていうのが今回きっかけですね。すごいですよね。要は岡崎さんのライバルを生むわけじゃないですか。あ、まあまあ見かねえとそうですね。するって、まあでもなんか一緒に盛り上がれるってよくって、これちょっと話が飲食になっちゃうんですけど、はい、僕飲食店5店舗やってたんですね、で一番最初にやったお店が品川に出したんですけど、はい、品川に出したお店のすぐ横にすき家ができたんですよ、うん、はいはいはい、でこれってどう思います？なんかでまじでランチとかね、すき家さんにいっぱい人が行くから、うん、うちの売り上げ下がりそうじゃないですか、はいはい、そんな気します。すき家さんできたらうちの売り上げむっちゃ上がったんですよ。どういうことですか？要はね、すき家行くでしょ、はい、すき家行ったらあれちょっと席いっぱいだって、じゃあ隣行ってみようが始まるわけ。おー、いわゆる小判ザメ商法って言うんですけど、それはでも計算されたものだったんですか？偶然です、偶然です。たまたま出して後にできたんですけど、で来たお客様が美味しかったっていうとまた来るんですよ、うんうんうん、で実は例えば飲食店なんかの場合だと、うんうんうん、いわゆるそのブルーオーシャンだみたいな感じで、うんうんうん、周りにお店がないところに出そうって考える人たまにいるんですけど、はいはいはい、あれ愚かなんですよ、うんうん、そうなんだ。例えばですよ、みきさんね、はい、じゃあ友達とご飯行こうって言った時に、はい、そうだな、なんかほら例えば東京から1時間離れたところのすっごい田舎町にすっげー有名店があって、もう大行列ができると、うん、予約が取れない店、その代わり周りには1店舗も店がない、はい、行きます？ちょっと考えるかな。考えるでしょ。だって、うん、行ったら行列でこれちょっと入れないねって言った時にリカバリー効かないもん。食べれる。プラン B がない。プラン B がない。
でも新橋なんか僕新橋ずっとね、うん、今も住んでるし、うん、お店いっぱいあるわけですけど、うん、新橋のどこそこの多分うち僕のやったお店に行こうって言ってきて、うん、でもうちょっと行列だったんでいつも、うん、行列で今日入れないねって言った時にリカバリーが効くんで、うん、要は他の店に行くと、うん、でそうすると街全体の集客力上がるわけですよ、はいはい、でライバルいた方が実はうまくいく商売なんです。それはなるほど、そうなんですね。なんかこう有名店のそばに出すのはちょっと気が引けるじゃないですか、はいはいはい、ありますよね、うん、なんかうちの方が何もお客さん入れなかったらどうしようとか、うん、でこぼれてきますからだからあのラーメン激戦区なんか分かりやすいですよ。あ、はいはい、ありますね。だから秋葉原ってそうですもんね、うん、ラーメン激戦区ですけど、うん、有名店行くけど、うん、ここの有名店いっぱいだから入れないよねって言った時に流れてくる可能性があるから、はいはい、だから激戦区で、でもちゃんと美味しいのを出せるっていう自信があるんであればですよ、うん、出すのは僕ありだと思いますよ。なるほど。なのでまあね、だから出版で本がこうね、うん、まあ面白い本がいっぱい出てきて、うん、で、ね、出版業界全体が盛り上がっていくと、うん、結果的にもっと僕もね売れる著者になれるんじゃなかろうかと、下心満載でございますそれを言ってしまう隠してもしょうがない、業界全体が盛り上がるってことですね。そうです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 、はい、セブンイレブンとマクドナルドの関係もなんかセブンイレブンがマーケティングリサーチをしてここに出すと儲かるっていうのを考えてそれにくっついてくるお店も多いです、ね、多いですね。そうですよね、うん、そうですよね。リサーチがすごい。もうこんだけ面白い岡崎さんなんですけど、うん、一体どんな少年時代を過ごしていたのか気になりません？少年ですか、聞いちゃいますそこ聞いてみたいですよ。じゃあ早速そこに、あ、じゃあ僕ちょっと言いたかったの、はい、この LINE なんですけど、はい、あの出版ちょっと今いいかなっていう方でですね、1億円会話術っていうのもこちらの情報、はい、見れますので、はい、今1億円会話術実践セミナーってやってますよね。あ、ここになりました。あ、ここにね、はい、そうそうそう、一応その、はい、本出したっぱなしで僕何もフォローしてこなかったので嬉しい。そう、ちゃんとね、トレーニングを提供しようということで、はい、まあ、法人様とか特定の会員様とかだけでやってたトレーニングを今特別にやってます、うん、で一応資料もあって、で参加いただいた方にはもう資料も差し上げてます、これ。お、なんであのいいトレーニングだったなと思ったら自分でやってくださいトレーニングの提供まで含めて、うん、5,000円なんでかなり安いと思います。うわ、はい、もうこれタイトル見た瞬間に買っちゃいましたやった、気になるじゃないですか。めっちゃ気になる内容ばっかりだ、これ。嬉しい、うん、これも LINE で、はい、情報を、はい、送っていただけるので、はい、ぜひ LINE の方チェックしてみてください。そうです、はい、はい、では早速、はいはい、まずご出身から聞いていきたいですね。はい、どちらご出身なんですか？出身は僕埼玉です、うんうん、埼玉の川越、わかりますか？わかります、わかります。うちはね、川越の方です。あ、方だからほら、神奈川の横浜じゃないんだけど横浜に近い人は横浜の方ね、神戸じゃないんだけど神戸に近い人は神戸の方。なるほど。川越じゃないんだけど川越に近いから川越の方。小江戸でしたっけ？あ、小江戸ですね。小江戸の方なんですね。小江戸の方ですね。まあまあ、埼玉県の川島町っていうのが僕の出身なんですけど。そうなんですね。電車も通ってなくて、で川に囲まれてて、川に囲まれてて、で大雨が降ると、うん、町が沈んでました。へ、なんか今すごくテレビで見かける光景がよくある。そう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 、だから信じられます？近く神社行くじゃないですか、はい、神社にはなんかね、うん、こう屋根のついて、うん、こう長い船が置いてあるんですよ、うん、船、神社に洪水用、洪水用、それがドンブラッと流れて、ドンブラッと流れてそこで逃げれるように昔は、そこまでひどくないですよ今は。そこまでひどくはないですけど、でも大雨なんか降るとたまにやっぱ溢れますよね。あ、そういう対処法があるんですね。そういう対処法ですね。江戸時代かっていう対処法ですよね。電車がないっていうからヘリポートしかないのかな。ヘリポート、マイヘリポート。あのね、ホンダエアポートがあります。お、ありますよちゃんと。ご自身の、まあ、乗ったことはないですけど。なるほど。で、そこで生まれて、はいはい、で何歳ぐらいまで？実家にで過ごしたのは、うん、19歳までですかね、うん、いました、うん、で、まあ、子供の頃はっていう話になると、うんうん、ね、10歳かもうちょっと早いかもしれないんですけど、うん、そのぐらいから胃潰瘍になったんですよ。早くないですか？デビューが。デビュー早いんですよ、ね、デビューおませさんだったんです一応おませ、一応がね、だいぶおませな一応さんを持ってまして、うん、で、胃潰瘍ってなったことありますか？
ないないな いですよ、ね、私の父親はなってましたけど、きついんですよ。そうなんです、ね、未経験です。どうきついかというと、うん、あのお腹が空いてると胃が痛い、うん、何かを食べると気持ちが悪い、うん、だから吐いちゃうんですよ。どっちもダメです。どっちもダメ。だからもうガリッガリですよ。お腹が空かないようにずっと食べ続けるのも、まあ、それはねちょっとまた別の多分太い派でしょうね、うん、なかなか難しくて、うん、まあでも調子いい時悪い時あるんですけどね、うん、でそんなんだったんで僕高校時代は、うん、あの合唱部だったんですけど、はい、合唱部合唱部なんです実は。歌歌だからこんな声がいいんだ。ちょっとイエイめっちゃ声いいな全国大会参加出てます。まあまあな学校でしたね。まあ、チーム戦の中で僕が上手くないのもいいんですけど。いやいやでもあの何年足引っ張ってる方みたいな。高1、高2、高3出てます。俺も中3だけ誘われて。ああそうですかそうですか。合唱。じゃあ後でお二方に歌っていただきますか。いい声出しますよ。太い声で。太い声で。もしくは軽い声ね、はぁみたいなね、まあ、それはいいんですけど、置いといて。そうそうそう、なんだっけ、あ、そうそう、だから、その時に、あの、なんかほら、部活の定期演奏会あるじゃないですか。はいはい。あの時に、一応、川越高校っていう男子校だったんですよ、はいはい、ですよ埼玉県では結構有名なんですけど、うんうん、あのウォーターボーイズの高校です。うんうん、結構あ受験校です、ね、受験校です。一応進学校で、そうです、進学校ですよね。で埼玉県では一応2番目にいい高校ですね。うん、で、公立としてはですけど、はい、で行って、で、まあ合唱部行って、でも胃潰瘍を掲げたままなので、うん、ガリッガリなので、うん、定期演奏会、うん、川越女子高校の女の子たちの制服を借りて、うん、女装して踊りましたから。スピードスピード果てしない踊った踊った踊った制服着た制服着た、しかもロン毛だったから、セーラー服ロン毛ミキさんみたいな、ロン毛、で放送できんのかな、ピーって見たいぐらい写真残ってんのかな、見たい見たい見たい、すげえ見たい、衝撃ですよクラブハウスの皆さん。女装できた、金杉さんも意外と人気あって、ね、そう、いけるって、いけたんです。目覚めはしなかったんですか？目覚めはしなかった。化粧しなかったんです。化粧はしました。化粧した。あ、ちゃんとすね毛も切った、剃った。それが伝説になりますよ、ね。それはそれで伝説です、ね。ですよね。高校生で女装して。コンクールに女性の部で出た。コンクールでは出てないですよ。だからあれ、定期演奏。コンクールそれはダメ。ダメ俺コンクールそれはダメ。怒られちゃう。だからそんな高校生だったんですけど、うん、で麻雀にハマったんですよ。高校生で、うん、高校生で、うん、もうね、高校時代というか僕は、うん、あ、だから高校時代親から、うん、あ、人生で一回もお小遣いになるものをもらったことないです、正確に言うと。どう回していたんですか、うん、先生。僕高校はあの中学生ぐらいまで一応もらったのかな、まあなんか100円とかじゃないですか、うん、高校生からってもうちょっともらうじゃないですか、うん、ね、はい、そうですよね。もらわずに全部麻雀の稼ぎだけでやってました。すごい、もう商売商売商売、友達から巻き上げる悪いやつだよね巻き上げる、いやでもお金稼いでたわけですよね、稼いでた。しかもね、これだから時効だからいいと思うんですけど、はい、フリーのいわゆるそのだから18歳未満入っちゃダメよって、はい、普通に入って、うん、で大人と麻雀打って、うん、1ヶ月に5万10万買ってくるんですよ、高校生、高校生で伝説の高校生じゃないですか。結構地元で有名だったんですよ僕、日本一で高校生ですよって、で、あのもうこれは僕はプロ雀士になるしかないと思って、うん、プロバカでしょまずね、大学受験失敗して浪人したわけですよ、うん、浪人中に、プロ雀士になろうと思ったら、うん、プロ雀士の店で働こうと思って、うん、あの金子正輝さんっていう、うん、あのもうトッププロがいたんですね、うん、今でもトップだと思うんですけど、うん、金子さんのお店が埼玉県の坂戸市にありまして、うん、名前がいいですよ、ノックアウトですか、マージャン不思議ってノックアウトダメなのっていうすごい名前でしょ、衝撃の、あそこで、ね、そこで浪人中働いたんですよ、はい、で浪人中働いてるんですけど、マージャン打ちますよね、はい、ある時すっごい気持ち悪くなるわけ、うんうん、あってちょっと辛いと思って、すいませんって、あの、うん、ちょっと変わってもらえますかって言ってマージャン打ってる最中に変わってもらうんですね、うん、席立った瞬間に、うん、バターンって倒れたんですよ、うん、で吐血して下血したんです、何があったかというと、うん、要は胃潰瘍が大動脈まで行っちゃって、はい、で、うん、もう要は大動脈、心臓に近い大動脈ですから、うんうん、もうドバドバ出るわけですよ、で一気に火が飛んで、
でそれで僕は入院をすることになるんですけど、まあ、一切はよく生きてました。いやギリギリでしたよ。だからですよね。もう言われました、もうちょっと遅れたら死んでるよねみたいな。もうそれも伝説じゃないですか。伝説倒れてるんですよ。死ぬ直前までやってますよね。直前までやって高三でプロ並みで血吐いてで運ばれて、うん、お金稼いでそれでいい加減ちゃんと勉強しようって言って勉強始めて、うん、で入ったのが東京理科大学ですね。なかなかいい大学に。でもね、親切高い。学歴ロングダリングなんです僕は。でも理系なんだって感じはしますって思いますでしょ、はい、騙されてるんです。騙されてる、はい、それ学歴詐欺にやってます。そう、はい、あの東京理科大学って見た瞬間みんな理系だと思います。理系だと思います。はい、僕東京理科大学経営学部なんですよ。経営あるんだ理科って書いてあるから。そうそう。でしかも東京理科大学ってみんな偏差値少なくても55とか60あるんですよね。ですよね、うん、経営学部できたばっかで、うん、人気があまりになさすぎて、はいはい、だって理科大で経営ですから、うん、人気がなくて偏差値40で入ったんです。すげえ今もっとじゃないですか。すげー、いや今すごい人気、ね、いやすごい。その時言ってくださいよ。だから一緒に行けばよかったのに。その時知ってれば知ってればね、学歴ロンダリングできた。学歴ロンダリングすごい単語だ。そうそう、だから東京理科大学という名前は幸いいただいたのでございますが、別に頭は全然さ、麻雀やって血吐いてる人間だから上がんない上がんない。そんなにでも川越高校行ってたらなんか、うん、あ、川越高校行って頑張りましたね。行かれますもんね、うん、あ、でもあそこ4年生ですからね。本当にそう、4年生高校なんですよ、誰がです、自分ご自身だけ、あの東京、あのだけ 僕だけじゃなくて、はい、オチアなんかも多分くさしてますけど、はい、そうなんです、あの川越高校で4年生で、はい、あのどういうことかっていうと、はい、8割ぐらい浪人するんですよ、はい、高校生高校生みんな浪人するから、もうね学習プランに4年目があるんですよ。じゃあ3年間で終わんないと。終わんないです、終わんないです。4年目通う。4年目は出て予備校とかに通うんですけど、もちろん学校には通えませんけど。だけどもうみんな周りが浪人が当たり前だから。いやでもね、そうかも。私の友達2人とも浪人、うん、ああそう、川越高校。そうです、そうです。だからね、ダメな高校でしょ。いやなんか、あでもあなんかみんな真剣に狙ってるんだなっていういい大学に入りたくて。あ、違います、違います、違います。なんかこういられないのかな。そういうことじゃないんです。入るときは偏差値みんな70あるんです。出るときにはみんな偏差値40になるんです。ちゃんと献上してくる、偏差値を献上してくる。置いてくる。そうなんだ。ひどいよね、本当。あ、でも大学は東京理科大は割と順調に4年で、はい、はい、順調に行きました、うん、順調って言っていいか分かんないけど順調に行きました。順調に、はい、まあ期間的には順調に行きました。あ、やめたくならず。サークルで行かなかった、入んなかったんですよ。あ、マージャンばっかりです。マージャンと、まあ、バイトばっかですね。あ、何のバイトやったの。ね、言っていいバイトと言っちゃダメなバイトがあるけど。言っていいバイトだけお願いして。使えなくなったらダメだもんね。使えなくなったらダメだ。使える範囲で言えば、まあ、ベタなのはコンビニでしょ、うん、で、あと家庭教師のトライの営業と事務もやったでしょ、うんうん、あと実家が塾だったんで塾講師もやりましたし、うんうん、あとは普通家庭教師ももちろんやりましたね、うん、で、あと、山崎パン、ちょっとこういう飯言わない方がいいかな、まあ、パン工場のアルバイト、うん、これなかなかいいですよ。一回やった方がいいですよ。人生で一回パン工場やってほしい。へぇ、あのね、すごいですよ。あのね、夜の、20時ぐらいに、うん、あの特に西所沢の駅行くんですよ、当時、はい、でそうするとトラックが来るんですよ、うんうん、おい誰かってバイトしてるやついねえかって来るわけ、うん、うさーいって言うと元気の人連れてかれるの。回収される、回収されるの。働いて行くと、うん、おじゃあ兄ちゃんここ立ってって言って立ったところで、うん、ね、肉まんが流れてくるんですよ、はいはい、いいって肉まんが流れてきて、うん、でこの僕の手前にトレイがあるわけ、うん、でこのトレイを置いて、うん、肉まんを取って、うん、置いて流すんですよ、うん、トレイを置いて肉まんを置いて流すんですよ、うん、これを永遠8時間やるの、それこそ痛いようになりそう。そう、長い、ちょっと長いですね。気が狂いますよ、ね、単純作業とはいえちょっと長いですね、うん、単純作業本当に痛いようになりそうな。だからあのクリエイティブに仕事をする方がこんなに楽しいんだってことを学べて。なるほど、帰り際に、そっかそっか、その時に、その時にクリエイティブの良さを知って、クリエイティブの良さを知って、うんうん、帰り際に、お、結構真面目にやってたから、うん、言われるんですよ、お兄ちゃん次はいつ来るんだって、二度と来ねえよと思乗せるだけの作業、乗せるだけの作業、すご
いな。だ仕事の面白さってすごい工夫ですよね。あと成長感ですよね。あれすごい工夫のしようがないですからね。ひたすら置いて置くだけだから。まあ、たまに置くとかね。たまに置くだったらいいですけどね。たまに食べるとか、ね。たまに食べるとか。あと端っこに置いてあるんですよ、パンの山が。あなるほど。そのダメになったやつ、傷ついたやつが。好きなの食っていいぞって言われるんですけど、好きなの食うほど、あのなんていうの、あんなにパンばっかあると食いたくなくなるんですよ。最初の1個ぐらいです、ね。最初の1個でいい。おかしい。そんなバイトしたり、あとロックインジャパンの、設営からやりましたしね。それちょっと面白そうです、ね、面白かったですね、うん、あの鉄筋コンクリート運んで、うん、おーそこのバイトって言われたんで、バイトじゃねえ名前があるって言ったら、あのうるせえとっと運べって言ってバイトしたり、おかしい。あとバーテンダーやりました。バーテンダーは2年半、うん、させていただいて、意外と向いてるんじゃないですか。あ、でも楽しかったです。お話上手ですし。でも当時はそんな喋れなかったんですよ。ただでもなんかバーテンゲラゲラ笑ったらダメそうですよ。ダメです、ダメです。だからこんなバーテンダーダメですよ。お前黙れって言われますけど、喋りすぎだ。漫才聞きに来たんじゃねえんだから。そうそうそう。どこでやってたんですか。ね、埼玉県の大宮です。おお、だいぶちょっと出てきましたね。出てきましたね。うん、で面白かったですよ、そこは。だからお酒がいっぱいあって、うん、すごいこう、なんかカクテルを僕はすごく勉強して、うん、で、あのその時にもう本当にひたすらカクテル作りまくったんで、うん、あのバーテンダーの技術は多分かなり高い方だと思います。今も結構ため作ったりされるんですか。まああのミキさんみたいな方のためなら。本当ですか。じゃあちょっとあのちょっと滑らなかったことですけど、なんか滑ってもらった方がこのなんかやり取りにいいんですけど。滑って滑って、なんかあのなんていうのかな、ストライクにも入ってないんだけど滑っていない、この微妙なラインがこの切ない、そう、切なさを感じる感じがね、何言ってるか分かんないですけど。僕ですか。おかしい。待ってください、これどっから、あれ、あの、はい、あのあのあれ、あの飲食経営されるんですか。飲食経営は、うん、僕28の時ですね。ソフトバンクで働いて、うん、でその時にあの3年終わったところで、はい、あのよし自分も起業しようと思って、今でいう副業で、はい、であの当時通販僕やったんですよ、はい、で輸入とかもちょっとやったし、うん、でそれであの1年ぐらいで軌道に乗ったんで会社辞めるんですよ、はい、で会社辞めたんですけど、このね、当時ですよ、今は違うんですけど、当時通販とか無店舗販売みたいなやつっていうのは基本的に怪しかったんですよ、うんうん、イメージはちょっとありますね。そう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 、だから楽天もそうだし、アマゾンもそうだし、うん、そうです、楽天詐欺って言われてる時代、そう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 、その時代です、その時代です、うん、ですだから逆にチャンスだったんですけど、うん、やっぱりそれだとあの社会的信用が得られないし、うん、今後の展開がないなと思ってた矢先に、うん、僕のメンターにしてた方が、うん、あの不動産で成功してたんですね、うん、でそれでたまたま品川で買った物件で、うん、岡崎君飲食やってみないって話になって、うん、あ、じゃあそれはぜひって言って、うん、であの出したお店が最初の僕のお店です。何屋さんは。カフェでした。カフェバーですね。カフェバー、カフェバー当時ないですよ。当時ねちょっと流行りのぐらいな感じじゃないですかね、そういう、あんま聞かなかったですね、うん、カフェとバーって言ったら、うん、まあ、バーだけだと昼間開店しないし、うん、カフェだけだと夜開店しないし、うん、だからカフェバーっていうスタイルの方がまあ合理的だったんですよね、うんうん、今のプロントみたいな感じ。あ、そうです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 、うん、でそういうのに乗っかってやって、うん、それもうまくいって、うん、でそこから品川と新橋の、うん、ビル1棟4階建てで、うん、あのやってるダイニングバーを僕出して、うん、で大阪でも2店舗出して、あと日本橋に出したのが一昨年の、春先ぐらい出したんですよ、はい、でどれも一応黒字うまく回ってたんですけど、はいはいはい、あのちょっといろいろいざこざした問題がありまして、うんうん、それはまた語り出すと長いんでちょっと一回話しておきますけど、うんうん、あのまあ、結論だけ言うと、うん、その僕がお世話になってた方との関係が正直あんま良くなかったんですよ、うん、良くなっちゃったんですね、うんうんうん、まあ、出版とかをして、はいはい、でどんどんこう自分 もう表に出てくるのが、うん、あ、はいはい、まあ、あんまりよく思っていただけてなかったのかなって、もしくは僕のちょっと言い方が悪かったような思うんですけど、うんうん、っていうのがあって、ちょっとその、ね、大家さんと、ね、うん、ずっと僕何百万って払ってるわけですし、だったらまあちょっと一回それ全部手放した方がいいかなと思って、うんうんうん、でたまたま去年の1月に全部売ったんですよ。そのタイミングですね。去年の1月、2019年の2020年の1月ですかね。だからコロナの直前、本当数週間前とか。コロナを呼んだ男です。そうそうそう、呼べない、うん。さっきも話したんですけど、インサイダーですよ、ね。インサイダーですね。疑われても、でも、うん、分かってたらもっといい稼ぎ方する。ね、ズームの株買うわ。でもすごい。
本当にビジネスセンスもいろいろ持ってますよね。持ってるんですね。強運ですよね。ついてましたね。で全部売ったわけですよ、ね、全部売りました。でその直後にコロナ、コロナですね。でそれの頃に要は講演会とか、うん、その研修とか、うん、そういうの力入れていこうということで、うん、こう僕もいろいろこう調べたりとか勉強している時に、うん、出会った方が人事コンサルの神様みたいな方なんですよ、うん、神谷悟先生という方なんですけど、うん、この方に僕惚れ込んでしまって、うん、でその方がやっている人事研修の、うん、を取り入れさせてもらって、うん、今は人事コンサルを中心に仕事にしているという方ですね。なるほど、なるほど。じゃあソフトバンクからもう、はい、すぐに辞める。だから丸4年働きました。で、じゃあもうお店は、じゃあ辞めてもうお店にスタートです。お店はだから辞めて通販をもう通販だけの時期が1年あって、うんうん、でその1年あったぐらいからやりましたね。今やっぱりこう振り返ってみて、はい、あそこがターニングポイントだったなとか、あの決断良かったなとか、あれしくじったなみたいなのありますか？しくじったはあの独身で居続けることだと思うんですけど、めっちゃ楽しそうだから。いやもう、ね、一人でいらっしゃる意味がよくわからないぐらいな感じの、うん、でもね、ターニングポイントか、うん、まあまずその自分で起業してやっていこうと思ったのは2007年の3月なんですよ、うん、が僕最初のスタートなんですけど、うん、あのソフトバンクで出世が決まった時なんです僕は、うんうん、の時にあえて、うん、何があったかっていうと、うん、あの出世すると収入が下がるってことが分かったんですよその時、うんうん、えでなんでこんなこと起きるかっていうと、いわゆる見込み残業代ってやつがあって、あ要は出世する前は僕100時間残業、うん、今は考えられませんし、うん、でかつ僕はもう本当にいい会社だと思ってるんで、うん、あのそれだけ好きに働かせてくれたんですよ、うん、だから僕はあの仕事に不満は全くなく、うん、もっと働きたいというレベルでやってて、でもそれで出世が決まったら、うん、働くとなんかすごい損する、うん、残業代が出ないから、うんうんうん、でこんな頑張ってんのに、うん、なんか収入が下がるってなんか納得いかないよね、うん、と思って、うんうんうん、で僕いろいろ転職とかを含め調べてたんですね、うんうん、でその時に初めていろいろ調べたりいろんな人に会いに行ってたら、うんうん、いわゆる起業家って言われる人に初めて会ったんです。26の時です。だからその出会いがまず最初の起業していくっていうことへの一歩になったと思います。なるほど。結構早いですよね。かもしれないですね、うん、ただ逆に会社員をそれだけ3年間死ぬほどやったっていうのありますよね、うん、その起業してる人を見て、はい、自分も起業してみようとしようと思いました、うん、それがソフトバンクの時に紹介された人、はい、そうです。これですね、ここに書いてある。そこにも書いてある。ここにストーリーが書いてあるでしょ。はい、ぜひよろしければ読んでみてください。これ結構衝撃的なことが結構いっぱい書いてあるんですよ。あ、そうですか。結構だって好きを仕事にできる人って言いつつ、好きを仕事にするのにやめなさい、やめなさい、えーみたいな。これも詐欺だよね、どう考えろ。好きを仕事にできる人のって書いてるのに。いやいや、衝撃。一発目からもう、ね、長所を伸ばすのはやめなさい。すごい、この世に役立たない努力は存在しない。でもこれ衝撃的すぎて、なんか無駄な努力がいっぱいあるって感じるときはもうすごい響く。みんなと仲良くしなくていいと、もう皆さんと仲良くしてらっしゃいますよね。あのね、あ、これじゃあ人間関係の話に行っていいですか？はい、あの僕思ってることが、人間関係で多分距離感だと思うんですよね。あ、なるほど、なるほど。だからあの僕すごく選びます。なんか好き嫌いが激しそうっていうのは裏側で感じるかな。あ、そうですか、うん、本当に皆さんと上手にお付き合いされてるなと思って、まあ、おそらく好き嫌いというか正確に言うと、うん、好きの度合いの違いをはっきりと分けてます。あ、そうなんですか。だとどんなに好きな人でも、うん、あのインファイトするとダメな人もいるんですよ。インファイト、インファイト、近すぎる距離だと、うん、で好きだからこそそれなりに距離感があった方がいい人もいるし、うん、あの別に好きとか嫌いの感情がなく薄いから別に近くにいても問題がない人もいるんですよ。だからその人との適切な距離感を僕は大事にしてて、うんうんうん、あんまり人のことを嫌いになることはないんですけど、でも例えばこうクラブハウスとかでお話ししてても、うん、あのなんていうの、本当にこう毎日でも会って一緒に仕事できるなっていう人もいれば、うんうん、多分それやったら今の仲のいい関係崩れるだろうなとか、うんうん、ありますね、うん、そういうのを考えながら付き合ってるので、うん、僕結構広く付き合えてるんだと思うんですけど、うん、会わない方がいい人とか。そう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 、クラブハウスだからいいっていう、そうクラブハウスだからいい人も多分いると思うんですよね、うん、それでご結婚があれってことですね。
どういうこと？ただ一番自分の近くにいて、あ、なるほどね、毎日一緒にいられるほど好きになる人はいなかったっていうことですよね。まあそういう人だと思ったらすでにねご結婚されてましたからね、ミキさんね。私またなんか拾えない感じになってません、大丈夫ですか？ちょっと言っていいのわかんないです、ね、でわかんないです、頭悪いですねこの人。そういうことですよね。そういうことですね。距離感ですよね。距離感が大事だと思います、ここは。なるほど、なるほど。ちょっとすごい、あっという間に時間が経ってしまって、はい、今5時37分なんですけども、5時50分前なので、はい、クラブハウスの方からちょっとご質問をね、受けたいなと思うんですけども、はい、どうなんですかね、いらっしゃいますかね。アーカイブが残っても大丈夫な方で、うん、はい、ちょっと話してもしていいぞって方がいたら手を挙げていただいたら、そうですね、もちろん質問でもいいですし、こんな岡崎かっちゃん知ってるよみたいなこう PR でもいいです。暴露、言い方がある、暴露というかこうなんか深夜にニャオンニャオン言ってますとかそういうのでもね、あの構わないのでぜひ挙手していただけたら嬉しいですね、うん、はい、これオンになってる、なってますね、なってますね、はい、まあまあなればでね、うん、そうですね、なければないでもないでもね、はい。何で笑ってんの？あ、じゃあでも、はい、ね、広瀬さん、広瀬さん、はい、はい、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、はじめまして、ありがとうございます、はい、あ、赤ちゃんさん、うちのクラブに今度出ていただくので、あ、そっかそっか、あんまないんですけど、あ、ガステミツコさん関係、あ、なるほどなるほど、のヨーロッパクラブのね、あ、そうです、はいはいはい、そして、あの連絡いただいたので、はい、はい、いつもありがとうございます。私の質問なんですけれど、はいはい、いえいえ、かっちゃんさんのこの豪快な笑いはどこから来るのか。豪快な。マイクいらないですよね。マイクいらない。うん、マイク取り上げる。ね、それとあとその猫好き。うんうんうん、うん、猫好きはあとどこから発生してるのか。あの行方を。いや、むっちゃいいですね。どっちもどこから。私猫が大好きで、私インスタの猫ば、うんうん、アムステルダムの猫ばっかり撮りまくって。アムステルダムの猫、うんうん、違う猫だね。それ、あのかっちゃんさんとなんか共通するなと思って、その猫好きのどこ、うん、どういうところで猫好きになったか、それをちょっとシェアしていただきたい。うわー、なるほどね。確かね、ちょっと厳密に答えていいですか、うん、もちろん猫大好きなんですけど、正確に僕が猫なんですよね。もうすごい答え、もう困ってる、困ってる。だからね、この前ね、旅行みんなで行ったの、うん、で、僕あの飲みすぎて、あのロビーで寝てたんですね、うんうん、で、そしたらあの翌日にちょっと友達に起こされて、うん、で、かっちゃんかっちゃんって、かっちゃんって本当猫なんだねって言われて、どうしたのって言ったら、うん、なんか寝ぼけて、にゃーって言ってましたよって言われて。すごいな、本当に猫、猫好きだな。まあ多分好きにあんまり嫌いには理由がよくつくんですけど、好きって僕あんまり理由がない気もしていて、うんうんうん、だから、まあ、理由をつければなんか可愛らしいとか、うんうん、あの自由な感じとかいろいろあって、うんうん、なんですけど、 あんま別にそんなにロジカルに理由を語るというよりは、うん、あの好きだから好きです。なるほどね。なるほど。私自分では猫語が喋れると思って信じてるから。猫語。そういう猫好きな方、変わった方多くないですか。やめてそういう評価。猫な方とか猫語喋れる。猫ルームを。そこさん分かります。僕その気持ち。僕も猫語喋れますから。いやだ、ニャンコルームですね。じゃあ次回トウコさんと。たまにニャオーンってルーム立てるとみんな来てくれる。いるんだ、たくさん猫が。面白い。あのアイコンがなんかすごく可愛くて、あれです。はい、欲しいなと思ったんですけど、あれね、僕の今オーディエンスに来てくださってる服部さん、わかりますかね、ちょ上の方ですね、うん、うん、服部さんが、作ってくれましたんで、あのお忙しい方なんで、みんなのあれかもしれませんけど、あの、うん、勝手にコピーして勝手に使っていいですよ、僕のやつ。あ、そうなんですね。はい、どうぞ使ってください。あの著作権フリーです、勝手に。その豪快な笑いも、そうそう、秘訣も教えてください。あのね、これは多分意識して身につけました。へー、意外です。あの、もともとコミュニケーション下手だったので、うん、あの笑い方も知らなかったんですけど、笑い方には、あの笑い方の良さはハヒフヘホで決まるって僕言われたんですね、うんうんうん、へー。で、癖で僕結構ヘヘヘとかフフフとか、うん、あの別に爽やかにそれでも笑える人はいるんで、別にそれが全部悪いわけじゃないんだけど、うんうん、どっちかっていうと卑屈な笑い方をしてたんですよね、僕は。卑屈な、みたいな、うんうん、みたいな感じの、ちょっと気持ち悪い笑い方だったんで、あのコミュニケーションのトレーニングを受けさせてもらったんですよ、はい、で、
うん、でそれで受けた時に、うん、あの笑い方強制してもらいました。プロの方に習ったんですね。はい、習いました。で、あのこういう笑い方がいいんだっていうのを知ってから、あの笑う時には最初意識してました。なるほど。その時ちなみに鏡見たりしました？鏡は笑う時にわざわざ見るというよりは、ただあの表情筋が動いてるかどうかっていうのの確認で、うんうん、あの鏡は見るようにしたり、あと 僕はあんまやんないんですけど、本当に顔の動きが悪い人には、うん、あのデスクに必ず鏡を置いてって言ってます、うん、自分の顔をチェックする癖をつけないと、うん、表情筋動いてないことに気づけないので、うんうん、で表情筋ってね、確か正確じゃなかったらごめんなさいなんですけど、108つかなんか、煩悩の数だけ筋肉があるんですよ、うんうん、で表情って全部筋肉なので使ってなければ動かないんですね、うんうん、で特にあの眼下筋って言われる、うん、あの目の奥のところ、ここの筋肉、うん、あの、うん、目玉のところ、うん、ここの筋肉って、はい、本当に笑ってる時にしか動かないんですって、うん、だから目が笑ってないと思う。そう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 。だけど多分ここも意識して動かさないとそもそも動かないんですから、だから特に眼下筋、あの目の前の筋肉は特に意識して動かすようにされた方がいいと思います。わ、ありがとうございます、はい、素晴らしいスピードでアドバイス、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。1億円会話術にもリアクションの2倍に、あ、そうですね、オーバーリアクション、はい、オーバーリアクションぜひ意識してみてください。はい、ありがとうございます、はい、はい、ではちょっと時間がないので急ぎ足でガステさん、はい、こんにちは。こんにちは。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あのかっちゃんはですね、私のクラブ、はい、始まりの人であり恩人です。あ、もうかっちゃんに何度も伝えてるんですけどね、うん、なんかもう本当にかっちゃんが始まりで恩人なんですよ。にゃおにゃお出ました。そういう方たくさんいらっしゃいますよね。うん、うん、あの私自身あのどのように恩人かというと、はい、あの最初私クラブハウス始めた時は、うんうん、もうこの海外暮らしとあと育児ととかいろいろあって、とにかく外の人と会話してなかったんで、全く話せなかったんですよ、うんうんうん、で、あの最初に入ったルームがもうたまたまかっちゃんがめちゃくちゃ酔っ払ってくる適当なニャオンルームですね。そこの絵は合ってるな、これ合ってる。すごいグダグダになんか喋ってくれて、もう何を答えたらいいかわからない状態のグダグダを言ってもらって で、うん、でもなんかその時点ですぐになんかフォローしますってフォローしてくださって、うんうん、で、あの日本はその翌朝になり、うん、私はまだ夜だったんですけど、はい、あのかっちゃんいらっしゃったから、うん、てかかっちゃんのルームだったから、うん、あのあかっちゃんだと思って入ったら、うん、もうなんか朝なのでね、ピシッとした別人のお話しされてて、衝撃的な同じ人なのかなって思いながら入ったら、うん、そしたらなんか私を見つけたらすぐにスピーカーに上げてくださるんですよ。なるほどなるほど。でそれがもう続いて、どのルームでもかっちゃんがモデレーターのルームに行けばもう必ずスピーカーに上げてくださるっていうのが、うん、もう続いても本当ありがたくて、でそこに話すということを何度も何度もさせてもらって、うんうんうん、でそのおかげでいろんなつながりも生まれていって、うん、で私の経験曲がりつながりもでき、そして今こんな楽しいクラブハウスライフがあります。なるほど、よかったですね。はい、本当に感謝してます。これからもかっちゃんのためなら何でもってくらい。なんでしょう。おお、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではお次の方、ももこさん。こんにちは。お願いします。ちょっと時間がなくてすいません。ももこさん、いつもありがとうございます。1分ぐらいでお願いします。ビジネスさん、はじめまして。あ、もう一度お願いします。あ、ビジネスさん、なんで今日そんな。うんうん。ちょっとダサめな、あ、ビジネスさん、ビジネスさん、ビジネス、はい、うんうん、ダサめなベストしてるんですか？これこれね、あのね、そう、これどっかで使いたいネタだったんだけど、実はこれクーレージャケットなんですよ。これめちゃめちゃすごい、めっちゃいいよこれ。でそれ、どうしたんですかそのファッション。これを宣伝するために来てたんだけど、話す隙間がなくてここにちょっと立ち上がってもらって、今立ち上がると、今ね、これね、今ちょっとで映像見てる方、これ今ね、後ろ見るとこれファンでこうやってぐるぐる回ってる
これむっちゃ涼しくてすごい涼しい。もうね、夏場これ絶対いるよ。結構見た目かっこいいですよ。うん、本当ですか。私ちょっとなんか、ビジネスさんちょっとダサいと思って。おいおい、ももか。仲いいからって言っていいことが悪いことがあるじゃん。にゃおこの残り3分の時間を注意よ、注意よ。はい、せっかくだから、はい、ぜひあの、はい、今あの質問で上がってるトウコさんもガセさんも私もママなので、はい、あいつもあのビーニネさんがあのおかがっちゃんが、うん、あのお話しされてるのって結構企業だったりとか の、うん、あの研修とかでお話ししてると思うんですけど、うん、なんか逆になんか子供たちに、うん、今知っておいてほしいことみたいな、ママに伝えてほしいことみたいなのってこれからの世の中に対してのなんかアドバイスっていうかありますか。僕ね、どんな育ち方しても活躍する人は活躍すると思うんですよ。だからただこれ大人になってこれは気をつけた方がいいのは、礼儀を知らないことと我慢を知らない人は多分成功できないです。礼儀とその我慢はちゃんと教えてあげるのが大事じゃないのかなって思います。なるほど、ちょっと時間があるのでちょっと短めの回答になりましたが、どうでしょうか。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、クラブハウスの皆さんどうもありがとうございます。ではですね、あと2分ほどなんですけども、はい、ちょっとまたすぐ来ていただいて、はい、あ、もちろんもちろん、全然ね、お話が足りない。もう聞きたいことがまだまだたくさん、うん、ああ、もう全然いくらでも来ますよ、はい、毎週でも来ますからね。女性のタイプから、ね、女性のタイプからね。聞いてないじゃないですか。これはちょっとね、企業秘密ですよ。はい、じゃあ企業秘密。あと2分、じゃあとりあえず1分を女性のタイプ、好きなタイプにしていただいて、もう1分は最後、はいはいはい、言い残したことがないように。なるほどなるほどなるほど。はい、というところで、はい、一言いただいて。じゃあ女性のタイプ。女性の好きなタイプ。本当に？はい、もちろんですよ、もちろん。好きな女性のタイプは一緒にお酒飲んで楽しい人。おで、2つ目は何でしたっけ？2つ目が、うん、言い残すこと、言い残したこと、大事なこと、これ一番大事なことがありまして、はい、皆さんにメッセージを、はい、ヒーローズインタビューという番組がございます、はい、こちらに聞いていただくと皆さんがヒーローになれますので、毎週木曜日、はい、めちゃくちゃいい人じゃないですか。いやいや、もうね、めちゃくちゃ宣伝してくださってる。こちらぜひ皆さん聞いていただいてね、はい、で、あのね、インターネットとかでもこういうね見れたりもしますしね、はい、あのご覧いただけたら嬉しいなと思います。はい、にゃー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 、ありがとうございます。にゃ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 、ありがとうございます。はい、で、朝7時50、55分から毎朝、はい、平日です ね、 そうですね、やっていますので、うん、朝活大盛り、はい、クラブハウスですね、はい、クラブハウスのルームをやってますので、ぜひ皆さん、はい、入ってみてください。はい、はい、ではですね、また近い位置に、あ、なんか、あ、入んなくちゃいけない。そうですね、僕のね、アームがね、はい、と、はい、ね、いうことで、はい、はい、今日は岡崎勝弘さん、岡崎かっちゃんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。いやいや、はい、クラブハウスの皆さん。